チャンディーガルで観察された個体パンジャブ州で観察された個体黒ジョウビタキは、スズメメヒタキカに分類される鳥類の一種である。ジョウビタキの仲間。名前の由来は、黒いジョウビタキのい。ヨーロッパ中南部、ロシア中南部、モンゴル、中国中西部で繁殖し、陶器はアフリカ北部、ヨーロッパ南部、西南アジア、インドにわたる。南部ヨーロッパでは流暢である。 日本では名庁として山口県三島で初めて記録され、以後北海道、ヘグラ島、入表島等での記録がある。日本で記録されたのは中国中西部に分布する亜種とされている。崖や岩場の斜面の穴や隙間に枯れ草や苔,苔、繊維などを使って湾型の巣を作る。巣の内部には重毛や羽毛を敷く、人家の壁の隙間に映像することもある。 一腹5から10個の卵を産む。卵の色はヨーロッパの足は白色、アジアの足は薄い青色である。放卵期間は12から16日で、放卵はメスが行う。イギリスのロンドン都心部で進むワイルドウエストエンド計画で、屋上緑化やプランターを使った植栽により、野生生物の生息環境を人工的に2500平方メートル設けたところ、 計画を主導する環境設計会社アラップによると2016年に目撃されなかったこの鳥が2018年に4回観察された。ホウヒゲコウモリやアカゲラ、シジュウカラの仲間やクロウタドリと共に環境評価の指標動物として注目を受けている。2020年には少なくとも6回観察された。 メスの黒常備滝と火が発行都市巡例度1100億983万9191。ありがとうございます。